シルクアミリーのキリュウです。こんにちは。今日も京子さんがちょっとどうしても再度ご紹介したいっていうことで、はい、去年1回動画撮ってるかもしれないんだけど、はいはい、去年からやり始めて、ね、はい、あの去年ぜひこれも紹介もう1回したいって、はい、あのご要望されたので、はい、撮っています。はい、あの去年ちょうど売り切れて終わりにして、売り切れてね、そう今年どうしようかなって思ってたら、うん、そのね、欲しい方がお声があるって、お声たくさんありました。なのでもう一度今作り始めました。カシミヤシルクールもっちりニットのボトムス、はい、これね今下からね、あのゆかさんが上げて今編んでくれてるもんね、はい、編み始めました。だから商品としては去年のなんですが、私ももう一回これ見てね、ちょっと驚いた。そうなんです、もっちり、本当にもっちりです。本当にすごい製品だなって、このウールの良さ、柔らかさ、シルクの良さ、カシミヤの良さ、ちょっとさ、これね、本当にね、すごい製品だなって思いました。で、お値段去年のままで、税込み1万800円なので、はい、まあ9000いくらっていう感じですけど、はい、今年もあの、うん、お安く、ねえ、このお値段で。これ普通私3万とか普通にデパートで売ってる製品だよね、この風合い。この風合いはね、本当にあのないよね、両面 の、 あの、うん、フライス編みなので、フライスだから余計なんだ、もちっとしてる、ね、すごいですね、はいはい、気持ちいいって感じ、はい、このスピンドルも、うん、あ、ご自分で編んでる、ご自分でっていうか会社であのこの糸でお揃いで編んでるから、そうだよね、普通 の、 あの違う糸入れちゃう、違う紐入れちゃうとね、全然雰囲気変わるから。カシミヤシルク、ウール 60%、 カシミヤ 25%、 シルク残り、ちょっとここ穴開いちゃってて見えないんだけど残りね、え、うん、すごいね、贅沢なんです。この本当に贅沢、薄いね、シルクの光沢も生きてるんですよ、うん、生きてる。いや私これあの一瞬でなくなったからね、あんま触ってなかったんだけど、今触ってね、いいですね、できたらね、ズボンじゃなくてこの辺につけた。本当にすごいね。確かに糸屋さんはこれでパンツ、そう、パンツはあかんよ、これパンツ作ったかって言ってたけど、鈴木さんでしょ、そう、私はパンツ、いやいや私もパンツじゃなくてね、もうちょっとね、 この辺にこうプッとくるのを作りたいと。でも限りがあるからね、糸にはね、なかなかないと思います。ないわよ。またこれ作ったって聞いた、ちょっとねやめてくれって思ったんですけども、作りたかったらしいんですよ。はい、でぜひあの動画で皆さんにまた作りましたよって言いたいって、はいはい、もう去年のレイヤーって言ったんですけど、はいはい、確かに確かにこの良さは伝えたから、うん、この良さはすごいと思いますね、はい、本当に暖かいと思います、うん、ウールとカシミヤの暖かさで、うん、あの最高の贅沢だね、贅沢です。あの、まあ、お外にも着ていけるけど、私家でなんかこうリラックスするときにね、本当に贅沢です、ね、贅沢ですね、はい、本当に、はい、じゃあ今日はあのこちらのご紹介をいたしました、はい、またぜひよろしくお願いいたします。ありがとう。いつから、いつできるの。これは、来週入れます。おお、19日に、うん、すごい、違う、あ、違う、13?12 が水曜日、水曜日でしょ、はい、来週です。12に入るの。そうです、そうです、そうです、はい。大丈夫なの。はい、大丈夫です。一色ですから。頑張って。あ、はい、そっかそっか、はい。この色だけでいいもんね。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、よろしくお願いいたします。今日はこれで失礼いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。